きチャンネル。ちょこんにちは。さあ今日はですね、はい、ちょっとご報告動画がありまして、久々ですねこのね、はい、チャンネルでご報告出すの、うん、これは釣りでも何でもありません。あの結構このチャンネルのご報告もう回りくどいことしすぎて結構あれですよ、あの批判食らうんですよ。そうなん？そうですよ。あんだ遊びやのにな。はい、なんか私が写真集出しますってやつもストレートに言えばいいのに、佐藤さんがいやこういう風に言った方がいい、撮られた風にしようみたいな言うから、もう本当ね、いろいろ回りくどく言うんで、はい、でも今日のご報告、はい、誰も知らないから。誰も知らない？誰知らないやろ。知らない、ね、いきなり今からちょっと報告動画撮るわって言ったんで。そうそう、こうちゃんとした報告だから俺の。ちゃんとした？はい。どういう系？ん？仕事？写真集。写真集なわけない。写真集だ、ね、写真集だ、ね、どこが出すだよ、ね、こうやってマジでプロデビュー出すんだよ。もっと絞らないといけないんじゃった俺。いやいや、いいんですよ、ありのままを出すのが写真集。ありのままの、あ、そうですよ。今日もあのやめる動画です。やめる、やめるご報告です。え、もうやめます、繁殖やめます。いや、そういうのダイエットします。もうあれやめますっていう、ちゃんとした、ちゃんとした、あれ、うん、え、今年総チェックやめるんですか？それかな、どれかな。え、だってタバコやめます、お酒やめます、もう佐藤さん別にね、うん、普段そんなにタバコも吸わないし、うん、お酒もそんな飲まないし、うん、ゴルフやめないですよね。ゴルフはやめない。もうあれやめます。何、あ、分かった、うん、もうちょっと寒いから、うん、あのずっと1年間ポロシャツ着るんでやめます。いや、こう、あったかいから、もうすぐあったかいからね。こう当てれるかな。私知ってます、真剣に。あ、豚山行くのやめる。今あの五段立てよく行ってんだけど、はい、今あの改装中。あ、そうなんですか。5月まで、5月まで改装中。私結局1回も豚山行かなかったですよ、今のとこ。ここにもあるからね。あ、そうなんですよ、店舗いろいろあるんですか、うん、へー、まあ、ひょっとしたら、うん、あのネットニュースは使えないんだけど、はい、この動画はね、うん、使えないんだけども、うん、ひょっとしたら X とかでツイートしてたら、はい、ネットニュースになるかもしれない、やめますって。全然想像できない、うん、そう、え、分かった、嘘、ちょっとあれ正式名称じゃない、正式名称わかります皆さん、全然想像できない。え、当たってるか分かんないですけど、うん、言っていいですか、うん、ビックリマンの終身名誉 PR 大使を、お、やめます。4月1日ビックリマンでしょ、うん、そこに向けてやめます。じゃあ今年もしっかり4月1日あのビックリマン、はい、あのイベント参加させていただきます。やめないじゃん。徳島のなんとか大使とかそういうの持ってないじゃないですか。持っての今されてるアンバサダーみたいな、アンバサスペシャルアドバイザー、はい、アドバイザー、それにします。いや、それわざわざ言わないと思うんですよ。ここでここでアンバサダーやめますみたいな。アドバイザーか。え、ヒントヒントヒント。じゃあ正解は、あ、もう正解言っちゃいました。正解、はい、分からへん、分かんない、まあ、あんま引っ張りすぎてもね。そうですね、うん、いや、もうすっごい当てたいけど、うん、はい、何ですか。今まで言った中で当たってることが一つあります。え、お、え、あるんですか。じゃあ俺だよ、俺や絶対。え、ビックリマン、ビックリマンと何言った。ラーメン、ラーメン、豚山、豚山、私ラーメンやってる。え、あるな、徳島、キマロットマリーズスペシャルアドバイザー退任しました。そうそうそう、あ、じゃあ私当たりじゃん。そうそうそう、当たりよ。だから現役時代16年間、はい、で引退してからだから去年度までだから9年間、はい、だから25年、びっくりした。千葉ロッテマリーンズにお世話になって、はい、で、まあ、あのだから2023年度、うん、で、はい、千葉ロッテマリーンズスペシャルアドバイザー退任です。そうなんですね。そうなんですよ。今まででもアドバイスしてたんですか。いや、でも今何やねん、その言い方。いや、言い方いや、そもそものスペシャルアドバイザーの、はい、その仕事内容っていうか、うん、役割内容は、はい、現場じゃないの。現場じゃないの。そのスポンサーさんとか営業サイドの方の部類なんだよ、はいはい、だからその編成とか運営とかチームを強くするとか強化とか、うんうん、そういう方じゃないの、うん、だから阪神だと球児とかがね、なんかドミニカとか、うん、
行ったりしたりしてたけど、そういうチーム強化じゃないの、そんな営業の方なの。スペシャルアドバイザーって聞くと、その球団 の, そのチームの強さに何かアドバイスをする立場なのかなってこう思っちゃうんですよ、うん、なので私はなんかアドバイスしてたのかなって聞いたことなかったんで、営業の方なの。へ、俺の窓口は営業の人なの、はい、で、うん、あのコロナ前までは俺の解説付き試合観戦とか、うん、ビップルームとか、うんうん、あとなんか企業のイベントごとに参加したりだとか、はい、スポンサーさんとゴルフと営業行ったりとか、うん、最初の頃とかだとそのスポンサーになりませんかみたいな感じで企業に行ったりとか、はい、っていうのが、まあ、メインなわけ、はい、基本的にはね、うん、でそれが、うん、このコロナ禍になって、うん、全部ストップしたんだよ。へだってできないじゃん。そうですね、そのファンとのつながりとかね、うん、いやできなくて、まあちょこちょこなんか稼働はあったり、うん、まあ、それがまだ中止になったりいろんなことしながらあったんだけども、うん、まあ、ほぼほぼできてなくて、うん、でまあこのままってなったとしてもどこまで広がるか分かんないし、うん、まだその社長も変わったからね、はい、俺最初の時は山本さんだったけど、うん、今高坂さんに変わってっていうところもあるし、はい、まあ、そこでの多分役割分担が終了ってことですね、うん、その営業サイドに。あ、なるほど。そうそう、うん、だからもうあの退任です、はい、だからこれをもってですね、うん、今までもロッテに厳しかったかも分かんないですけども、はい、あのそれでもスペシャルアドバイザーやってるから、はい、ちょっとブレーキはかけてたわけ。あ、かけてたんですか、あれで。そうだよ、そうだよ、あれで。おう、田村泣いてますよ。うんでもあのファンの方はね、思ってるあの田村選手にそのすごい、まあまあ言えば厳しいこと言うじゃないですか、うん、でもあれは佐藤さんの愛やっていう、まあ、それはね、うん、そう、そう、田村選手、佐藤さん好きだなっていつもコメント欄にも書かれてるんで、あれはでも現場は俺タッチしてないから現場のことは厳しく言うやん、はい、でもそういう営業サイドのこととか、うん、そういうのはタッチしてるからそんな厳しいこと言わないじゃん。あ、まあそれは言わないですよね。聞いたことないですよね、うん、それがもうあの退任したんで、はい、あの全部全方位で全方位で厳しく言えることになりましたなるほど、まあ、事情も詳しいしねあとはね、はい、あの他のチームから臨時コーチとか頼まれた時もあったけども、うん、役職あるから、はい、いけないじゃんね。あ、そうですね、その、うん、スペシャルアドバイザーやってるのに、うん、他の球団の臨時コーチって、うん、俺はちょっと違うと思う、うん、やってる人はいるかも、ひょっとしたらいるかも分かんないけど、俺は分かんないけど、はい、やる、俺の中では道義が外れてるから、うん、そういうのはあの他の球団のに関することは、うん、その全部断ってたわけよ、はい、だそれももう今後全部受け入れるようになる。おまた幅が広がってくるかも。おお、すごい広がりそうじゃないですか。もう今だから球団の証拠がないので、そうそう、だからこれをやっぱ、うん、世の中に伝えとかないと知らんじゃん、はい、やめてることも知らないし、うん、やってると思われても困るし、はい、だからもうあの俺の肩書から千葉ロッテマリーンズのスペシャルアドバイザーの肩書がいなくなる。へえ、出た、 YouTuber なんですね。あ、何やねん YouTuber さん。いやいや、プロ野球解説者その YouTuber の報告、ちゃんとしたご報告やってる。いやですね、うん、はい、ちゃんとその目的もあり、そう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 、うん、でしかもちょっとびっくりしたし、びっくりだしね、はい、でしかもアドバイザーが そっちのアドバイザーだったっていうこともあんまりこうちゃんと認識してなかったし、うんうん、確かに、うん、だからもう今もうロッテの看板は完璧外れました。もっと千葉ロッテマリーンズだけですね。そう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 、うん、だからもう全方位型で、はいはい、怖いよ他球団のアドバイザーの雇用もあるかもしれないですね。あるかもしれない。でそういうのもありですよね。まあそうだね、臨時コーチ行くかもしれないし、うん、そうだね、監督かもしれないし、うん、それはね、だから今までそれあったからね、他のところは断ってるところもあったから、はい、まあ、今後はね、うん、まあ、いろんなことも、まあ、全部が全部受けるかどうかは分かんないけどね、はい、幅が広がるね、はい、っていうご報告でした、はいはい、ということで佐々木智也、昨年度をもって千葉ロッテマリーンズスペシャルアドバイザー退任ご報告動画でした、はい。